ということで、デジタルトランスフォーメーションを Python を使って進めようということで、本日、投稿させていただきます。本日の概要はこのような感じになっています。で、自己紹介ですが、私は小川秀幸と申します。元ツイッターか、X はアットマーク小川秀幸でやってます。で、京都市で、合同会社長目という会社を経営してます。で、合同会社長目は京都市に拠点を置くデータ分析会社となっております。受託データ分析とか AI モデルの作成、企業の IT 活用のコンサルティングなどを行っています。で、ちょっと副業に興味がある方とか、もしおられたらお声掛けください。はい。で、書籍の執筆もこんな感じでやっていてですね、最近、日経 BP さんより Python データ分析ハンズオンセミナーというものを出版しました。で、この内容なんですけど、Python で位置情報付きの国勢調査のデータを企業で活用する方法をハンズオン形式で学べる書籍となっております。で、ジオパンダスとかフォリウムとかパネルとかを使って、いろいろやるという感じになってます。で、今回の発表内容はですね、ちょっとジオパンダスは使ってないんですけども、書籍から漏れたもので応募しているという感じになってます。で、お見かけの際はぜひ手に取っていただけると幸いです。で、ちなみにですね、この本持ってるぞっていう方、おられますか？いない。あ、一人だ。よかった。いや、皆さん、お手に取ってくださいね。はい。で、印税の一部をですね、このような感じで寄付させていただきました。ナムフォーカスにもちょっと寄付して、はい、できてます。で、書籍を手にしていただいた皆さんのおかげです。ありがとうございます。という感じで、あと、宣伝長いなという感じなんですけど、無料オンラインセミナーと、いうのをですね、テックプレイさんと一緒にやります。10月31日、明日、明後日ぐらいです。はい、これも参加していただけると無料なので、なんかポチッとやってもらったら参加いただけるので、はい、よろしくお願いします。はい、で、今日のトークのモチベーションを少し話していきます。で、今日の話はですね、最終的にデータ分析するだけの話になってしまいます。はい、すみません、なんか DX が釣りみたいになってるんですけど。その前に DX とデータ分析の関係について触れておこうかなと思います。で、DX は最終的にデジタル化によりビジネスモデルの変革を目指すという感じになっていると思います。で、現在の日本企業はデータのデジタル化の段階を終えて、次のステップに入り始めているように感じています。で、ここからはデータ分析をビジネスの発展に役立てるステップかなというところかなと考えています。で、今日はそのあたりを話していきたいなと思っています。で、私の肌感覚的な、話題な認識なんですけども、最近の日本企業は SaaS を使ってデータを集めたり、データ基盤を整えたりというようなことをやっているところが増えているように感じています。つまりデータを分析して価値を生み出す準備は万端とは言わないまでも、探せばデータがあるというような感じかなという認識です。で、最近はそのあたりで新たな職業が生まれつつあると、いう話もあったりして、なんかリクルートさんはアナリティクスエンジニアという仕事を作られたとかっていう話を聞いたりします。で、次はデータを活用して新たな価値を創出するステップです。データを活用しようとすると、社内にあるデータだけではなくて、足りない部分が出てきます。それが社外のデータかなと思ってます。企業活動には外部の要因の影響も大きいために、社会の変化と自社の行動をうまくつなげる必要があると考えます。で、問題となってくるのが、社会のデータをどう取得するかです。大きい企業の場合は、自社の、顧客が大きいので、まあ、そのデータが大体社会に近いものだと言えるかもしれないですけども、小さい企業の場合は、どのようにデータを取得したらいいのかというのが、ちょっと課題に出てきます。で、そこで社会のデータを取得する解決策にオープンデータというのがあります。で、厳密な定義を話し出すとなんかややこしくなるので、ここでは超簡単に政府などが持つデータが自由に活用できるものという感じで話しておきます。で、オープンデータというのもには多くのデータが最近ありまして、またデータの規模も大きくなっています。で、例えば今回本で書いた国勢調査の状態、データなどは、全国で250メートルメッシュのデータが、さまざまに提供されているというような感じになっていて、で、大きなデータがあるので、うまく目的を設定すれば、ビジネスに有利な情報が抽出できると
言えるかなと思ってます、はい、でデータ活用のイメージはこの図のような感じで、考えています。ちょっと一見すると PDCA サイクルを回すみたいな感じに思われがちなのですが、どちらかというと常に状態を観察して変化に対して行動するウーダループ的な使い方がいいかなと考えてます。はい、でちょっとトークのモチベーションをまとめます。はい、DX の肝は、まあビジネスをデジタル化することによってビジネスモデルの変革を進めるということで、その中ではデータ分析も重要なものになると。でビジネスの変革には社内のデータだけではなくて社外のデータも重要になってくる。この後のトークではデータのつなぎ合わせや分析に Python と Open データを使ってうまくできるのではないかということを話していきます。はい、次 Python を使う理由、役立つポイントです。 Python でデータ分析するときに、じゃあデータ分析で Python を選択する理由なんですけど、まあ、一つはまあベタなんですけど、多くの人が使っていてツールが充実しているっていうところがあるかなと思ってます。で2つ目はまあ最近な感じで、チャット GPT の機能でも使われていたりするために、 Python ができればまあそのチャット GPT がやるようなことの工程が理解しやすいし、間違いも正しやすいというところがあるかなと思ってます。でちょっとチャット GPT に聞いてみました。はい、でまあなんかこのような感じで、チャット GPT も人気があってまあいい感じですわみたいな感じで言ってました。はい、で次にまあデータ分析の代表的なステップっていうのはこういう感じで成り立っているかなと思っています。で Python にはですね、これらのステップをそれぞれに便利にこなせるツールが提供されています。まあ、こんな感じで有名なものを挙げるとこんな感じであるかなというところです。はい、で次に実践のサンプル事例というのに移っていきます。今回はですね、ちょっとまあ Python を使ってどういうことができるかっていうのをオープンデータとともに紹介しようかなと思っています。で使っているデータはですね、札幌市のオープンデータということで、まあそれを使ってちょっと仮想的な分析を実践しようかなというところです。でそれで使うデータがですね、札幌市はいろいろ公開してくれてまして、地下鉄の乗車数とか、地下道をどれぐらいの人が歩いたかとか、人流データというやつですね。で気象の観測記録とか、丸山動物園の入場者数をデイリーとかで、デイリーのものとか15分ごとのとかのもので、やってくれています。で今回のトークでは、動物園の入場者数とその他3つのデータの関係を観察して予測モデルを作ろうかなみたいなことをやってます。で実践に置き換えられるっていうところで、まあその動物園のところを自社に置き換えるだけで実践に使えるという感じになります。でここからが Python の出番ですというところなんですが、まあ、まずデータの取得なんですけど、 CSV とかでいろいろ提供されているので、それをまあ Python で取ります。でここのコードは割愛するんですが、次にですね、前処理っていうステップがあります。で前処理っていうのは、まあ、データを分析に使いやすく整える段階で、 Python では Pandas などがそういう役割を担っているかなと思っています。で札幌市のデータではですね、このステップであまりやることがなかったと。で、まあ、前処理をあまりしなくていいというのは、まあ、他に頑張ってくださっている方がおられるということで感謝するというぐらいです。はい、ここもコードはすいません、割愛です。で、まあ、前処理はいろいろやるわけですけども、まあ、データに間違いがないかということを確認すると。まあ、その際に、まあ、可視化も役に立つっていうところで、ちょっとこんな感じの例を出してみます。で歩行人流データというのがあるんですけど、15分おきに取られているデータなんですが、1箇所だけスパイクしている場所がありました。で、まあ、これがノイズなのかどうかはちょっとすいません、分からなかったんですけど、まあ、全部の、センサーが一気に上昇しているということで、もしかしたらノイズじゃないのかな、何かあったのかなという感じかなと思います。でも、まあ、こういう感じで可視化すればデータにちょっと間違いがあるみたいなことはすぐに分かるというところになってて、可視化うまくできます。はい、なんか時間すいません、全然ないな。
分析のステップではですね、統計量などを観察して実際の値の動向をチェックするというところです。で、まあ、なんかちょっとノートブック作ってきたんですけど、もう1分しかないからあんま出せないというところで、まあ、動的にデータを観察するというところをやってます。で、まあ、なんかこんな感じでデータの観察の仕方としては個別に見たり、いくつのかの関係を見たり、多めの要素をこう観察したりというところがあります。で、まあ、大きいデータを観察するためになんかいろいろなグラフが最近は提供されているので、そういうのを使われるといいかなと思います。で、Jupyter でいっぱいデータを見るのってなんかシフトエンターを押しまくってなんかガンガンやっていかないとダメだっていうところでちょっと面倒くさいところがあるんですけども、まあ、なんか Python ではそういうのもインタラクティブに Jupyter 上で可視化できるものがいっぱい提供されているので、そのあたりを使うと良いかなと思っていて、なんか代表的にはこの3つぐらいがあるかなという感じをしていて、で、まあ、なんか今ファーストチョイスかなって僕が思っているのはパネルっていうのでJupyter 上で動かすのがいいかなと思ってます。ちょっとだけ動かしてみようかなまだ時間ってありますか？もうない。あと3分もあります。あ、あと3分もあるのか。1分で今出たすいません。で、まあ、なんかこれ挿入場者数、動物園の挿入場者数のデータなんですけど、パネルを使うとこんな感じで、例えば札幌の、地下鉄の、あ、つながってた、よかった。データが、これは札幌の乗車、札幌駅の乗車数のデータなんですけど、こんな感じでコロナが始まって一気に下落して戻って、今戻っているみたいなことが観察できたりします。で、ちょっと興味深いのはすすきのっていうところは飲食街なんですけど、飲食街が意外に戻ってないとかっていうのも見えたりします。で、これ京都でも飲食業の人が言ってたんですけど、あんまお客さん戻ってこんへんわって言って、なんか違うことで儲けなあかんなとか言ってました。はい、ちょっと遅いなこれ。で、これ地下道を歩いてる人の数なんですけど、これを見ていると夏には人が少なくて冬には多い、やっぱり札幌は寒いからそういう風になるのかなみたいなことが観察できたりします。はい、で、なんかそういうのをいろいろこう次元を増やしていくっていうことも行きながら、ここの表示項目を変えるっていうこともパネルを使うとできるっていうことを、もうちょっとゆっくり話したかったんですけど、すみません、時間がなかった。はい、で、機械学習のモデルを作るとかもこんな感じでやってみました。まあ、LightGBM で訓練データとテストデータを分けて、まあ、雑にモデルを作るというところです。で、まあ、こんな感じでコードをガーッと書いていってガーッと、すみません、まあ、一応学習させて予測させて、こんな感じで実際と予測のものを作ったというところです。で、まあ、なんかあれですね、フィーチャーインポータンスとか見てどれが寄与してるかとかみたいなんで、いろいろいじくっていくっていうことが次のステップでできるとかっていうのが、まあ、簡単にツールが提供されているのでできるというところかなと思います。はい、で、まとめなんですが、日本企業でデータ基盤が整って、今後はデータ分析を使ってどうしていくかが重要になるステップかなと考えています。で、社内のデータだけでなく社外のデータもうまく活用して業績を伸ばす、そのためにオープンデータなどの外部データを活用するという発想も重要かなと。で、ビジネスの効率化拡大という点から考えると、ビジネスに使えるオープンデータがあるか、その町にっていうのは今後企業家にとって大切な要素になるかもしれないなと。で、町の状況がつかみやすいイコールビジネスが進めやすいと考えられます。で、スマートシティとかいろいろ進むとビジネスかけるデータ分析が進めやすくて、まあ、そこに Python が役に立つのかなという感じの内容です。はい、すいません、なんか早口になりましたが、ご清聴ありがとうございました。Thank you, Hideyuki Ogawa, for your presentation. If you have any questions, please, just one or two questions we can pick. Please raise your hand. We are out of time. Sorry. Okay. Okay, thank you for your session. Please, everybody, give a huge round of applause to our speaker.